フラッシュバルブ給水用和風療用便器現代では、日本でも主流になった、洋式といわれる腰掛け大便器便器は、人間が主に大小便の排泄に使用する器具であり、古くは移動式もしくは屋外設備であったが、近年は陶器製のものが普及しており、住宅設備部材の一つとなっている。住宅や施設といった、世界中のあらゆる建築物において、便所に設置されている。 便器の形状や設置の仕方、お物の処分方法は使用されるそれぞれの国の生活習慣や水事情によって異なる。雇用専用の小便器と大小用件用の大便器がある。大便器にはトラップと呼ばれる水たまりを持つ水栓式の便器と主に汲み取り式として使われる便器に穴が開いた落下式の便器がある。水栓式便器は水道管を 便器の給水口に接続して流水により便器内の排泄物を洗浄する。便器の排水部は下水道が設置されている地区では下水道に接続し、下水道が設置されていない地区では浄化層に接続する。水洗式便器の排水部に接続される。下水管は現在は主に硬質塩化ビニル管や強化プラスチック管、ポリエチレン管が使用されるが、 古くはおおむね土管と呼ばれる等管や円管と接続された。水洗式便器に使用する洗浄水は上水道のほか、一般住宅以外のトイレでは雨水や井戸水のほか、中水道や工業用水道などが使用される場合が多い。便器洗浄水は殺菌などの水処理を行う必要や濁度の基準はないが、中水道は 人体と直接接しない目的や場所でしか用いることができないために手洗い付け洗浄タンクは使用できず密閉タンクやフラッシュバルブが使用される。一般に設置には給水排水工事を伴うため、日本では購入や工事は衛生設備工事業者が行うのが普通であり、卸売業者や問屋からは衛生設備工事業者や水道設備業者以外の一般には販売されない。 ことが多かったが、最近では埋め込み等思考が困難な和式便器に対し、比較的思考が容易になった洋式便器が主流となり、DIY、日用大工で施行されることも増えたことから、ホームセンターなどでも販売され、消費者が小売店や通信販売で直接購入できることができる機会が増えた。また、設置のノウハウなどもインターネットで広く紹介されるようになり、 消費者が自分で設置するのも容易になっている。尿石防止の薬剤供給装置が連結された自動フラッシュバルブ内蔵低リップ型小便器日本にある近代的な陶器製の小便器は主に男性用で座らずに用を足す形になっている製品がほとんどである。衛生的観点から尿の跳ね返りや尿石の付着を防ぐためにトイレボールと呼ばれる。 洗浄薬剤を排水口付近に置いたり、水洗式小便器上部の給水管に連結したサニタイザーディスペンサーにより、薬剤を便器に供給することもある。古い公共の施設では、混雑時に複数人同時に並んで用が足せるように個別でない設備もあり、その場合人の立つ場所が一段高くなって、向かい側の溝に流す形になる。 しかし近年は個別の設備が並んで設置されるのがほとんどである。講義の小便器としてはポータブルトイレとしてシビニア、尿筒が用いられる。自動車道のサービスエリアの公衆トイレフランスのトゥールーズ大便器は大償用に用いられる普通の便器のことであり、しゃがみ込み式と腰掛け式がある。なお、しゃがみ込み式は日本独自のものではなく、 西洋を含めた各国に存在する。しゃがみ込み式便器は東南アジアから南アジア、西アジア、ヨーロッパにかけてそれぞれ伝統的な様式が存在する。各国のしゃがみ込み式は風大便器しゃがみ込み式の一つで日本特有の構造であることから通常は和式と称される。和瓶、または日本式ともいう。床に埋め込まれる形で施行される。 またがりかがんで使用する大便器。ドアが便器の前後方向にある場合、ドアを背にする向きで設置される。材質は陶器製で、列車用などにはステンレス製、公衆便所などの一部には FRP 製もごく少数ある。便器全部に金格子と呼ばれる部分があり。 その形状は長らく半円状であったが1990年代頃より大形状にモデルチェンジされたものがほとんどである。和風便器は平面床に埋め込んで施行される一般の和風便器と和風便器を一段高くした床に設置し、便器後部を段地外部に張り出させて男子雇用を兼ねる和風療養便器が設置されている場合もある。これは東南アジアからインド、 イススララム圏でで多く見られれ北欧フィンランドやエストニアでも使われている日本では、ペリーライコー以来、欧米諸国から伝わったため様式と称するが、しゃがみ込み式に比べ様式の形態は多様ではなく、ほぼ世界で共通した形式と言える。また西洋でもしゃがみ込み式の便器の採用例は、多いが、日本では様式と称した場合、この腰掛け式を指す。 身体障害者の使用に資するほか、快適性の向上を図るため、和風便器に比べ、使用姿勢の支障のなさや安定性に勝り、生活空間の水回りにおける、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の核となる機器であるが、使用時に便座が直接体に接触することが嫌われるほか、公共便所における、清掃性、堅牢性は一般に和式便器の方が高い。 洋式になれない中高年の一部には、便座を上げて、便器の円に足を乗せ、和式便器と同じ体勢で排便するものも存在する。また、このニーズに応えるために、便器の円を広くし、足を乗せやすくした洋式便器が、中国の一部メーカーで製造されているが、2010年現在、ほとんど流通していないという。近年、さらなる高機能化が進み、便蓋の自動開閉。 便器の自動洗浄機能などを搭載する商品も多くなり、伝送化の進みつつある製品でもある。なお、便器鉢部分の前後方向長さから大きく分けて、標準サイズとエロンゲートサイズがある。大きさとしては、標準サイズが32から3 4トルエロンゲートが36から3 8トル前後と、3から4トル程度の差であるが、 洗浄方式において、裁本式や裁本 Z 式が一般化したことや、便器そのもののサイズがコンパクトになったことから、近年はエロンゲートが主流となっている。また、背の低い子供でも安心して使えるように高さを低くしたものもある。身体障害者用として、長方形、長円形のものや車椅子で移動しやすいように高さを上げたものも存在する。 長方形や長円形のものは前向きに座っても、後ろ向きにまたいでも使用できる。用事用として小型サイズのものもあり、幼稚園や保育園、近年では商業施設や公共施設の多目的トイレにも用いられる。これには、洋式便器のミニチュア版と細長い長円形があり、校舎は前向き、後ろ向きどちらにでも座って使用できる。また、便器の蓋の代わりに、 用事用の小さい便座を装備した親子便座を設けることも多い。両国国技館や相撲部屋においては、力士の体重に耐えられる大型の洋式便器が設置されている。最も簡易な普及品なのが洗い出し式、洗い落とし式であるが、構造上の欠点も多く、便器として性能が高いのは快適性や洗浄力を高めるべく開発された裁ン式、裁本 Z 式である。 お物を水没させて、便器の汚れ付着や、周期発散を防ぐ、風水の大きさ、洗浄力や排出力の強さと、廃半となる、洗浄水量の節減とが、特に、オイルショックに始まる、少資源時代の技術的課題である。ブルーレット等の方向洗浄剤には薬剤により、棒を処理するタイプがあり、通常の陶器を使用していた時代には有効であった。近年では、 表面処理の発達により汚れが付着しにくいことや薬剤の成分が把握できずタンク内の樹脂、ゴム製器具に劣化や着色の可能性があるとしてメーカー側では使用を推奨していない節水効果を上げるためよく再本系でタンク内にペットボトルやレンガなどを入れタンクに貯水できる水量を減らすことが行われているがメーカーではこれは誤りで 帰って故障の原因となるとして行わないよう求めている。なお、タンクを用いるものではタンクと便器が一体となって設計されており、タンク満量の水量でどんな排泄物でもきれいに洗い流すことができるようにしている。九州朝日放送、ドームが、東東本社でトイレ開発の現場を取材した際にも、関係者が開発方法を示しながら、この点を指摘した。 浄化層に水あぶなどが発生すると、水あぶの幼虫は浄化層から配管を伝って、便器のトラップに出てくることがあり、必要に応じて駆除が必要となる。ありがとうございます。